イバンダニエル・アロンソ・バジェホは、ウルグアイ・モンテビデオ出身、元サッカー選手。選手時代のポジションは FW。いとこに、元ウルグアイ代表のディエゴ・アロンソがいる。2000年、スペインのデポルティーボ・アラベスに移籍した。2000から01シーズンは、出場時間はあまり多くなかったが、チーム2位の8得点を挙げた。 UEFA カップでは準決勝の 1FC カイザースラウテルーン戦で活躍し、決勝のリバープール FC 戦では、身長 190cm を超えるマルクス・バベルに、競り勝テ・ヘディングで得点した。2002から03シーズンは、チームの不振によりセグンダ・ディビシオン降格が、決定したが、アロンソはチームに残った。2003から04シーズンもアラベスでプレーし、2004年夏に、 同じくセグンダ・ディビシオンのレアル・ムルシアに移籍した。3シーズンで33得点を挙げ、プリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。5シーズンぶりとなったプリメーラ・ディビシオンでは10得点したが、1シーズン限りでセグンダ・ディビシオンに降格した。2009年冬、降格の危機に瀕していた RCD エスパニオールに移籍。クラブの象徴的存在であったラウール・タムードから、 ポジションを奪い、通算6ゴールを挙げた。2016年2月2日、アルゼンチンプリメーラディビシオンの c a ーベルプレートと2017年6月いっぱいまでの契約を交わした。ありがとうございます。